どうもこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今回はですね、ダウンスイングで体重が右足に残ってしまう、左利きの人なら左なんですが、要は後ろ足に体重が残ってしまうという方のためのお話を、していきたいなと思います。最初に結論を言ってしまうと、スイングをダウンスイングに来た時にやはり右手サイドで押す力を出してしまうからということになります。クラブ、重いで、どうしてもですね、作用反作用みたいな感じで、何かここにコンクリートの壁があってドンって押すと壁が動くんじゃなくて自分が動いてしまいますよね。ガン、こんな感じで、もう全くもってそれと一緒で、ダウンスイングで押す力を使うと自分は返って戻ってしまうんですね。なので、こっち足に残ってしまう。じゃあどうしたらいいかというと、引く力を使ってほしいんですね。何かここにバーがあって捕まってグーって引いた場合って、もうお尻が先行しますよね。グーッと、であまり腕に力は必要ございません。でこの時にグーって引いて引いて引いて、パッて離すと体はこちらへ突っ込んでいくというかね、力が流れていくと思います。なので押す力を使ってしまうと、反作用が働いて体は後ろ足に残ってしまうということになります。でやってほしくないのは、押す力が治ってないのに体重のことばっかり気になって押しながら打ってから、頭で分かってるんで無理やりこう最後移動するみたいな、こういったのはあまり根本的な解決になってないので、あまりやってほしくないなと思います。どちらかというとクラブが真ん中にあって右手左手ありますから、やっぱり右を使うと押すタイプの力になって、左を使うとやはり引く力のタイプになりますよね。なのでイメージとしては、何かこうここから引っ張ってくる、電球の紐を引っ張ってくる、そんな感じでスイングもできると良いと思います。あくまで引く力の使い方のサポートをするというふうにお考えください。でちょっと大事なのが、右足に体重が残ってるんだけども OK な人も実はいたりします。ダウンスイングでうまく体が使えていて、しっかり左にボーンパーを送ることができていても、このままですとこんな風に、フォロースルーでものすごいスピードでクラブが動いていきますから、もう大きな遠心力がかかっています。この時左足でグッと耐えることができないと前に突っ込んじゃいます。やはりそれが頭で分かってて嫌だなってなってくると、今度はちょっとこう強すぎる左の壁を作っちゃったりするんですよね。その場合はこうなります。こんな感じでグッて踏み込んでパンって打ってるんだけど、この壁が強すぎてちょっとこう返ってきてしまう。この場合はどっちかって実はありなんですよね。例えば勝手に乗せると多分なんか法律違反とかになっちゃうんでやらないんですが、ババ・ワトソンとかレクシー・トンプソンとか、ちょっとこう、ジャンプする方なんですけど、スイングでは少し戻りますよね。少しオープンスタンスで、ちょっと下手っぴなんですが、こんなイメージですよね。ちょっと打ってから壁がすごく強くてちょっと戻るみたいな、引く力で打つっていう感じです。はい、ということでですね、体重移動ができないのは移動の仕方が下手とか上手いとかそういう話ではなくて、この腕の力のせいかもしれないですよという話でございました。以上ありがとうございました。キャンバスゴルフではスイングの分析またはレッスンなどもやっております。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。